そうか。昨日とは随分違うじゃないか。何があった？そうか、オロチの力に身を任せたか。いいぞ、実にいいじゃないか。それこそがお前の本当の姿なんだ。もっと力を解放しろ。どんどん俺と同じになるがいい。来い、ソーマ、もっと来い。大丈夫、姫子、無理をしてはダメよ。何、姫子。連れてって、大神くんのところに。足らん、まだ足らんぞ。何をしている、ソーマ。無茶よ、危なすぎるわ。近寄ったりしたらどうなるか。分かってる、怖いよ、すごく怖い。でもね、行かなきゃ。私行かなきゃいけないの。私にできること、しなきゃいけないことをしたいの。ちくねちゃんと約束したもの。姫子、お願い、ちくねちゃん、お願い。一緒に行きましょう。感じる、お前を感じるぞ、ソーマ。お前にも分かるだろう、お前はオロチだ。やはり俺の弟だ。なぜだ、翼兄さん。どうしてオロチだからって人の世を壊さなきゃいけないんだ。俺と翼兄さんが戦う理由なんかないはずだ。二人で戦おうよ、この世界のために。俺だってできてるんだ。翼兄さんにできないはずがない。そうだろ。ねえねえ、どうして、どうしてなの。ボーイズラブ。大丈夫、姫子。平気、だってチカネちゃんと一緒だから。はっ。世界のためにか。俺には守る理由はない、何一つない。お前は路地裏で残飯を食ったことがあるか。仲間と信じていた相手に背中から撃たれたことがあるか。殺したいほど憎い相手に這いつくばって命乞いをしたことがあるか。あるわけがないよな、ソーマ。お前はそれでいいんだ。お前は日の当たる道を、明るく温かい人生を歩んでほしい。だから俺はお前の元を去った。だがな、俺は今心底後悔している。こんなことになるならお前の手を取って共に闇の世界に落ちていくべきだった。お前に見せてやればよかった、この世が地獄である確かな証を。血のつながった家族、俺とお前が傷つけ合うこの世界が地獄でなくて何だと言うんだ。俺はな、ソーマ、俺とお前がオロチだと知った時、心の底から嬉しかったよ。一度はこの手で金繰り捨てたお前との絆を取り戻せる、再び兄弟になれる日が来たと。なのにお前は染まれ、ソーマ、オロチ、俺の色に染まれ。それが本当のお前だ。
俺の弟だ。